日本習字11月号中学1年生はい、今月も教書課題ですので姿勢とよりも少し斜めに軽く筆を持ちます。伝統文化、はい、柔らかく書いていきましょうね。戻るようにして、グッと押さえて跳ね上げます。はい、一画目弱くならないように大きく打ちましょう。少し左寄りでいいですね。ちょっとはみ出ちゃってもいいです。柔らかく、グッと押さえて段級を書きます。段と書きますね。中学1年生でした。